ああいう体育会系のノリが残ってた最後の年代でしょうね、僕らの代が。で僕らのね下ぐらいからだんだんそういった意味での縦のラインがなくなって、うん、もうそれこそ今でいや、うん、3年生が2年生をバットで殴っちゃうだとかいう、うんうん、あんなことはまあ当然多分彼は2年生からいろいろやられて、うん、いじめられてたんでしょうね、うん、だから今逆現象起きてる、ね、3年が真ん中の2年にそういうことを言われても不思議じゃないみたいなことになってるっていうのが俺らの時代じゃ全く考えられないんだけど、帝京の場合はどうだったの。だから1、2、3、2年っていう1年と2年の関係も微妙だろ。こうなると1、3、もう3年生はもう神様じゃん。今聞いてる、ね、安井先輩は高垣にとってもう神様、でも1年から見る2年ってのはどう。珍しくこの番組で司会役になってる完全に促して、2年と1年の間ってのは俺そこ聞きたい。今日は何としてもこれがね、うん、いわゆる本当に1ヶ月ぐらいしか違わない生まれた誕生日で言えば、早生まれで3月ぐらいに生まれたのと4月生まれぐらいの本当1ヶ月ですよ、うんうん、ちょっと種付けさえ間違わなければ本当だよな、それなのに一般ボコボコにやられるんですよ。やられるんだ。2年が1年に向かってかなり、ねね、うん、最初はまあ中学校卒業して、ね、うん、野球部に入ったりなんかするともう高校生なの、本当1学年上だともうものすごい、そりゃそうだ、うん、兄貴みたいな、うんうん、大人みたいな、うん、3年生なんか本当大人、うん、2年生なんかすごい兄貴に見えるみたいな、すっげえとこ入ってきちゃったな、うん、大体1ヶ月ぐらいはお客さんなんですよ、うん、お客さんお客さんだからまあ、うん、お前らお客さんだからっていう練習中、うん、アハなんて笑っちゃったりなんかして、うんうんうん、ボールなんか足で止めちゃったりなんか、うん、大丈夫なんだもうお客さんだから、それはもう中学校の時に、うん、そういう和気あいあいとした、うん、でクラブ活動だけに、うん、ボールなんか足だから止めちゃった、うん、でアハなんつってると、うん、ちょっと2年生が引くってね、なるの分かるんですね、うん、でたまーに言う先輩で、おボール足で止めんな、うん、あっしゃっ、うん、あれ大体5月入るんですよ、うんうん、で1ヶ月ぐらいは全部優しかったのに、うん、5月ぐらいからふっと雰囲気変わる、うん、変わってくんだ、いよ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 もう見習い期間終わったよみたいな、うん、たトレーチャー状態終わったよみたいな、うんうん、でまあ5月の大体1日2日、うん、まあ、僕らちょっと早いゴールデンウィークだったんですけど、うんうん、3年生がスーッと帰っていくわけですね、うん、あれ3年生早く帰ってったな今日は、うん、でも2年生帰っていかないな、うん、大体そんなね、搭乗線なら搭乗線の3年生2年生は一緒に帰るわけですよ、うん、西武新宿線の連線の人は早く帰るし、うんうん、その3年生と2年生が一緒に帰ってくるわけですよ、田端だ上の方面の人は、うん、池袋から山手線、山手線、うん、当時山手線だ、ええ、うん、それで埼玉へ帰る人間はどんどん赤羽の方に向かって、うん、大体固まって3年2年が帰っていくわけです、うん、その日に限って2年生帰らない、帰らない、おかしいじゃないかと、あれあれ、うん、当時野球部の部室ってのはですね、こう廊下があって、うん、個室が 1、2、3、4、5、6、 個室あんの6部屋だった個室、ええ、うん、それぞれの部室に3年生が3人、うん、2年生が3、4人おっていうような部屋割りになってんだ、うん、部屋割りになる、それに僕らが係で1年生がいるわけです、うん、なるほど、で廊下で1年生は着替えるんです、うん、もうぬすごい汚い、うん、もうほこりだらけのところ、うん、下がまあコンクリートなんです、うん、といきなり2年生の先輩が、うん、あ、1年生座ーとか言っておおうなんだ正座って、うん、おまだ客人扱いだ、意識は客人扱いだ、星座ってなんすかみたいな、シアスみたいな、星座ってなんすか、いいから星座してくれと、バンかなんか、電気が消えるんですよ、あ、電気消えんので、えと思って、あ、1年星座だ、まあ、当時僕ら入った頃はちょうど50人ぐらいいましたかね、うわこういう、だいたい幅にしてですね、もう古田さんからこのぐらいですね、廊下そこのところに1年生が全員、25人、25人ずつ正座するわけです、うんうん、ね、うん、それもただのこの正座です、うん、こう後ろで、ね、後ろに行くんだよ、うん、とか、まあ、たまにはこういう状態もあった、うん、こう一応僕ら野球部はこういう基本的な状態ですね、うん、でまあここにも正座してるわけです、うん、とこの間このぐらいの1メーターぐらいのスペースありません、うんうん、そこに先輩が、うん、お前ら1年よ
ニヤ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 この野郎しながらお前グランド歩いてんじゃねえよ石橋ドーン。受けた受けた。そうですよ。うん。水落ちだ。もう先輩なんか学生服着替えて、ブレザー革靴、もうさっき自分たちが一生懸命磨いたその革靴で、鈍い光を叩いてる。てめえこの野郎お前。ちんたらちんたらこの野郎歩いてんじゃねえよブレザーで僕ら目開けちゃいけないんだよ、目開けちゃいけない。目も開けちゃいけないの。目開けちゃいけないです。もう目閉じてなきゃいけない。閉じてなきゃいけないから、でうわって声聞こえれば、あブレザーさんにやられたとかわかるじゃん。たまに最悪なのは、何にも言わないで蹴るやつです。うわうわもうこうなるわけですよ。だって無防備に蹴るわけですから、腹筋に力入れてない場合があるんだよ。だからグッて声がすると力入れられるけど、何もなくてカツカツカツって音だけだと力入れてないじゃん。パッうわっってまあボコボコですね。まあちょうど1年生の夏休みぐらいでしたっけね、もう、ちょうど当時甲斐義博さん甲斐バンドがヒーロー、ヒーローヒーローになる時、それは僕らそういう、まあ、集合を、説教と、2年生からのお説教をいただく。ああお説教いただくんだ、そう、お説教というか、説教があるらしいです、と大体練習中の態度が悪いとか、もう目つけられちゃう先輩とかに、はい石橋、はいね、そうです、説教の前、説教の前、練習が終わって、練習が終わってこういう風にピッチャーズマウンドのところにプレートのところにキャプテンがこういう風にして、そこの周りに3年エンジン組んで、その外周に2年、外周に2年、最後の外周に1年生が、お前らよキャプテンが言う、大会まであと何週間だと思ってんだ、こんな気合入ったらどうすんだと思うんですと、2年生は、はい、おう、おうなんですよ。2年になると、お、おいっす。おいすんなの、今度。ちゃうちゃうから下が、ちゃうとか、はい、下とか、しやす、下が全部、お、おいっす。おいっす。それも帽子取らないで、妻にちょっとかける。ここでいいの。前は、しやす、下とか言ってこういうやつ、お、おいっす。お、おいっす。その変化活用がわかんないよ。これがよくわかんない。ビギンビギャンみたいなやつだろ、ビギンビギャンビゴン、それが、お、おいっす。お、おいっす。えらい変わり。監督さんにも帽子取らなくていいんですよ。お、おいっす。お、おいっす。何でも、お、お、おいっす。なんですよ、3年生のキャプテンが、お前らよ大会まだどのぐらいだと思ってんだよ、お前あとお前1ヶ月もねえんだぞ、お前こんなチンタラしてる練習でお前甲子園寝れるのかとか、2年生が「おうおいっす」って言ったら、ジムラ「はい下!」とか言って「お前テレンコテレンコお前1年生やってんじゃねえよ、2年ちゃんと言えよ」って3年がまず2年に、そう2年だけが「おうおいっす」もうこれで1年後この野郎ってなるわけ。絶対あっぞみたいな説教、それでキャプテンが「明日から気合入れてけよ」とか、これがまた分かんないですね、明日から気合入れてけよ、おー提供ファイトオーファイオーファイオーって終わるんですよ、練習が。それがどういうわけだか僕ら1年生で聞き取れなかったんですけど、3年生の先輩が「あーいけよーおーい提供ファイオーオーオー下からこれですよ。明日から。ものすごい略してるよな。明日もあれ明日も気合入れていけようなんですね。明日も気合入れていけよう。俺もキャプテンじゃないからな。明日から気合入れていこうぜ。明日から気合入れて。明日から気合入れていこうぜ。行こうぜ。が。あ、これは僕ら1年生の時、2年生、3年生の先輩、山下さんってキャプテンなんですけど、今朝日生命でいろいろ支部長とかしてやってるんですけど、その先輩が「明日から契約していこうぜ」とか言ってものすごい声が高いんですよ、朝日生命って感じで、あーいけよでもそういう野球終わった後に3年生が2年に言って、2年が
もう1年のせいで3年に言われたってことになった日はもう大フィーバーですね、当時の言葉で大フィーバー、大フィーバーで2年生のちょっと仲のいい先輩とかに、石橋お前気をつけろお前、ヒーローだぞ、ヒーローだぞ、ヒーローってあの海洋シロナ、そのヒーローから来てるわけ、ヒーロー、ヒーローになるとき、はいはい、それは今みたいな、うわ今日ヒーローか俺って耳鳴りするわね、ずっとハイバンドの歌が聞こえてくんだ、生きるってことは一夜限りのはないっしょみたいな、そん時はもう10人ぐらいでもここまで分かってんのかよもうね、1時間ぐらいやるんですよ、うわ何人ぐらい1年、1年だから50人で、ね、夏休み終わった時にもう30人ぐらい、そうだろうな、ヒーローおよび説教で半分はいなくなって不思議ないよな、その振り落としみたいなもんだ、言ってみれば通過儀礼だそれだからそれを耐えないと、耐えないとダメなんだ、あとやっぱり俺今聞いてて思ったら、やっぱり3年はいいよ、1年2年を通り越してきてもう3年来たね、1年はもう何だか分かんない、中間管理職たる2年は非常に複雑な思いとかストレスが微妙にあると思うんだ、ええ、上からかかってる、ええ、下にも頭くる、ついこの間まで俺1年だった、いろんな複雑な思いがあった時に2年生のガス抜きになって説教およびヒーローってのは、ええ、だ3年生が2年生を思って行けっていうのもあるだろうな、うん、その時に1年が犠牲なんだろうな、そうなんで、それは順繰りだからいいと、だからもう本当に3年生がいなくなって、一応夏で終わるじゃないですか、そう新チームってのは今度、まあ甲子園に出れないと7月ぐらいで大会の、予選が終わると8月から新チームになって、で2年生と1年生のチームになるわけですよ、ハスとも2年生は目の上の単行本取れるじゃないですか、またそっから、ね、そこで伸び伸びするわけもう1年きついんすよ、はあ目の上のたんこぶがいなくなった、そこでもう一あれだ伸びくるわけだ、きますよ、よーしって、それで8月、夏休み期間中、まあ合宿はあるわ、夏休みの合宿だとか夏休みは毎日練習ありますよね、でサッカーも当然8月の合宿と練習あるじゃないですか、そうすると9月1日、2学期が始まった、上半期下半期分かるで、5月1日と9月1日が一つの節目だよこれ、ね、9月1日と合同大説教、合同あ説教説教ときて合同大説教、サッカー部が1階で野球部が2階で、合同でやられる、1階2階で、すごいなんか宗教儀式みたいな、それそれごまたいて裸足で火のとこを歩くとか、そういうイメージだな、そのぐらい合同大説教、もう何ていうんですかね、あそこのキャピトル東急でいうとこの、いちごフェアみたいな、いろんなのがあるみたいな、説教でもイタリアンフェアとか、ピーチフェアとか、はあ、晴れてまたボコボコですよ、あそう合同大説教、で下は上を煽り、上の怒号がまた下を煽るだろうな、だって同じ野球部で、そうですね、夏休みで30人ぐらいですかね、サッカー部はまだ100人ぐらいいますからね、うーわー、はい下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 、聞こえてんだ断続的に、これあの言っときますよ、今の帝京高校もっとフレンドリーで、ええ、すごくね、そんなことはもう僕たち最後、最後ですからこれは、ね、今の、なんか学校教育だとか、そういったことに僕はあえて疑問点を投げかけてる、ここを皆さんちょっと忘れないでほしい、そうここの部分でこういった縦のラインをなくなってしまったんじゃないか、愛の無知っていうのは一体どこへ行ってしまったんだろうっていう、あのお台場からの話で今ここけじめがないじゃないか、だから少年犯罪とかも誘発してんじゃないかって考え、で僕はまた違う立場で、今の帝京の野球とサッカーすごく民主的にね、ものすごく強いけどもやってますよね、もう出てくる、学校の名前だとかそういった団体等の、個人の名前、一切、実在しません、これは夢の帝京です、夢の帝京、実在する帝京とは何ら関係ない、これ言っとかないとね、あのいくら深夜とは使えない場面があったらもったいないから、私は言ってみましょう、全く
関係ないですから、関係ない、提供の手の字もないですから、ない、バカ言ってんじゃないって話ですからね。